はい、こんにちは。おはようございます。しゅんです。みっちです。今日は、はい、いやもう自分久々、はい、2シーズンぶりでございます。あららららみっちさんは？私は前去年おととしも来てますね。マジか。はい、はい、読めますか皆さん。いや多分道外の人は読めないと思う。いや道内の人も読めないと思うけど。いや本当に。あーそっか。ピッチさんはね、地元ですから。あそうです。はい、すごく近いね。地元ですから。はいはい。ゴキビル参道。はい、ゴキビル参道でございます。まあもうあのトレランの方にはねもう超有名スポットなのかもしれませんが、まあ毎シーズン来てた、自分も来てたんですけど、まあ去年はねなかなかやっぱり来れなくて、まあ今日も超ロングドライブ。お疲れ様でございます。いや遠かった。ちょっとした長距離ドライバーぐらい走ってますよね。そうだね。ということで今日は久々にゴキビルサンドライドしてみたいと思います。はい、久しぶりに。今日は自分の理想は、はい、旧道のやばいところを走りたいなと。振動で行くないですか。さあ山頂でピッチさんどんな表情してるでしょうか。こうご期待でございます。大もみすると思います。こっち行く。いやこっち行く。いや今日はこっちだっていい。俺は頑張るけど。ということで、はい、ゴキビルサンド行ってみたいと思います。はい、行ってきます。ではー1個目の図書です。多少嫌いなピッチさんでもここはこんなのらしいです。自分を励ませて、自分の奮い立たせて。あれ来ないよ。お、来た。でもあの表情はちょっとビビってる表情。あれ止まんのかい。止まんのかい。出たー、出た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 。あー止まんのか。中から大からぐらい。なんか全然少なくない水。うん、なんかあれやばい、やばい。俺初めてドボンか。クリア。おお、すげえ。ハブまで埋まった。数少ない海が見える場所っていうか、やばい暑くて、暑さでやられそう。ここです、最後。これこれこれがね最後のゴキビル峠でございますよ。ここだーっと登ってきます。これ最後がすげえきついのよ。最後がね、心配性すぎて余計なこと言うもんじゃ。絶対落ちたと思った。さっきですね、まあなんかトラブルあったら笛吹きましょうという確認をお互いしたんですけど、心配性が恨めてました。なんか聞こえた気がし、いや聞こえたんだよな。なんか笛の音が聞こえたらしく落ちたかと思います。私が崖に落ちたと思ったらしい。もう見てもいないし、あれと思って。心配性が裏面出ました。
小文字でやりやりまあね、そういうのが大切ということですね。はい、第四の図書、えい、滑る。5個目の図書でございます。これどっちが正解ですか？いや、乗る乗るが正解でしょう。これは乗らないでしょ。なんで？いや、乗って登る。いや、私の記憶正しかった。図書5個だと思ってたけど自信はなかったんだけど。お、正解。はい、正解。じゃあもうないですね。もう確かに。そういう問い詰めるような言い方言い方良くない。言い方良くない。なんか良くない、良くないよ。なんか6つ目あったらどうしよう。残り 1キロ言えてねえし。もうちょい。なんかまあまあライドしたから、うんうん、一気にね、距離伸ばした感じだね。さあ一気に行くかどうするか。もう実は腹減ってる。超正確でした。本当に冬も夏もあーお腹すいたって言ったら大体12時ぐらい。今日もお腹減ったって言って時計見たら12時3分です。超特技です。はい、私体内時計が正確なので目覚まし時計いらない。今日も目覚まし鳴らしてない。今日もね、3時に起きようと思ったら2時半に起きました。おぉ、天気いい。ほんと最近晴れだな。晴れ女。調子いいですね。調子いいね。うん、でも今日は、本当はここじゃなかったんだけどな。え、ちょっとそういう予報ちょっと。イエーイ。なんとも山頂感のない、ええ、山頂。とりあえず峠到着。はい。じゃあ展望台行きますか。行きますか。さあ展望台に向かいます。さあ今日の展望は、うおいいね。はい、展望台でございます。はい、なかった？あ、でもこっち初でしょ？こっちから登ったの初ですね。どうでした？なんかもう何にも覚えてなかった。初めて来た時に下ったはずなのに、そう覚えてないですね。まあ逆ルートって覚えてないもんだよね。やっぱちょっと風景違うし。うんうん、でもなんかこう登ったり下ったりだからまあ。ね、いいですね。いや、前回かな、来た時に比べたら、まあ暑いんだけど、その時に比べたら全然まだまだ良かったです、うんうんうん、ということで。ただあれですね、途中ちょっとこう見えないと落ちてるところが何箇所かあるので、うん、今日ちょっと、映像の残してないけど、うん、やっぱりこの数年でちょっと、うんうん、すみません、よくわかりません。なんかアップルウォッチも喋りたかったね。よくわからないって言いたかった、うんうん、あのそう、もしねここ来られる方は登り途中が結構片側崩れてるんで、うんうんうん、かなりあのラインが細いので、うん、あの崖に本当に落ちちゃうかもしれないんで、草も生えてるからちょっと見えない。そう、見えないね。なので十分気をつけて、ここまで来てくださいということで、まあ、ここからダウンヒルを楽しみたいんですが、はい、まあ、このダウンヒルもね、そういう意味ではそうそう、こっちが
ちょっと崩れてるかもしれないので。そうですね、確かに、ええ、ちょっと調子こかないように。俺ちょっと調子こきそうなんで。私はいつも。はい、はい、じゃあ下りましょう。はい、あれ行きますよ、あれ。あー、そっかそっか、見えるのか、こっから。さあ、行くねえ。よいしょ。あー、そういうことか。え、あれ、弓道禁止されてる。これです、昔の弓道。はい。ああ、残念。なあ、そのなあ、その喜ん喜んだ言い方。いや、残念って言ってその喜んだ言い方。ああ、よかった。ここ行きたかったんですよ。ねえ。全然気持ちが入ってない。全然気持ちが入ってない。あれ、こんなのあった？あらららら、らこんなのはなかったぞ昔。ちょい待てここ降りんの初めてだぞ。ここ覚えてる。もうここだけだわ。ほんのちょっとだけ。来てるかな？来てるかな？うわぁ！イエーイ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 ！いいね。あ、来てる来てる。かっちょいい。かっちょいい。よいしょ。私が覚えてたのは今のとこね。うんうん、あ、なんだったっけな。あぶれあぶれあぶれ。なんかいや、いいですね。いや、レッツゴー。見えるところで、まあ、はい、適当なところで止まってください。あ、なんだこれ。え、木が挟まった。さあ、こっからパラダイスでございます。イエー、もうしばらく行くとヌタヌタゾーン。嘘、そんなありましたっけ。あったよ、あのカーブ付近。あ、やばい。おお、危ねえ。見てなかった、全然見てなかった。ちゃんと前見なさい。ずっと先見てた。そこヌタヌタゾーンでしょ。おお、今日ヌタヌタか分かんないけど。あ、ヌタってますね。あ、ほら、ヌタってる。ほら、ちゃんと覚えてるっしょ俺。すごい。ほら。どうして。ちゃんとトーボッキーとか覚えてたらダメだよ。
湿ってるね。なんかちょっと陰ってます ね。半分ぐらい来ちゃったってこと？動画でございます。この間のことがすごいフラッシュバックします。はーい気が砕いてね。始めました。下回ってます。ただいまでございます。なんかバックが海ってね、なんか山の Vlog なのに海海は初めてかもしれません。ゴキビルならではですね。どうでしたか？いや久しぶりに楽しかったですね。楽しかった。疲れたけどね。いや暑さで疲れましたけどね。暑さやばかった。でも本当今日は本当はね登山だったんだけどね。そうですね、まあ、天候がなかなか恵まれず、うん、北海道のこう東半分がダメっていう予報、ね、という中、はい、なんと頑張れ来ましたよこの人。晴れ女発動しましたね。めっちゃ晴れ、何の雲もない。まあね、自転車ライダーの場合別にそんな天気良くなくても別にいいんだけど、まあ悪いに越したいいに越したことはないからね。まあ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 ということで、はい、まあいいダウンヒル
ただね、下り結構怖かったね、見えなくてなんか、ね、チカチカしてしまう、ね、ちょっとあの太陽の加減がちょっと悪かったのか、はい、ちょっと見づらかったけど、うんうんうん、まあ映像じゃどうなってるのか分かんないけどね。そうですね。どうでしょう、こっち側から初めてだったんでしょ。のこっちから登った初めて、うん、どうなんかずっと登りじゃなくてアップダウンしながらだから、なんか楽しみながら上がれるかなって感じですね。まあ、最後にね、ご褒美待ってるみたいなね。うん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 、うん、まあ、ただあの途中でも言いましたけど、うん、あの上りの途中ね、あ数箇所と数箇所って言えばいいのかな、うんうん、結構崩れてて、うん、昔に比べるとそのラインが本当に、まあうん、なくてないっていうか、もうそのラインももう片車になってて、うんうんうん、下手すりゃ落ちるみたいなありますね、うん、感じもあったんで、まあ、本当にライドはまあトレランの方もねちょっと気をつけた方がいいかなっていう感じでした。重走するなら、うん、今日の方向がいいと。あれ下りをちょっと、うん、急に出てくるから危ないかもしれないですね。まあ、ただあのゴッキービル側って言えばいいのかな、うんうん、あっちはもう快適ダウンヒル、うんうんうん、まあ登る方も多分いいんじゃないかなという感じでございましたと。重曹にこだわらない方はあっちから登って降りる、まあ、私みたいな。そうだね、それが一番楽しめるのかな楽ですよ距離的にもね、うんうんうん、4キロないぐらいなのかな、うん、ゴキビル側、うん、そうですね、うん、4キロないぐらいで、まあ、登って下って楽しむみたいな、うん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 、まあそれが一番いいのかもしれないねまあ、あの昔よくあのゴキビルあるあるで言われたのが、うん、あのダウンヒルの映像が多すぎて、うんうん、まあ、パラダイスすぎるというイメージで来てみたら、うんうん、上りがやばいっていう、あ、うんうん、よくねそれよくあるあるだって聞いたんで、うんうんうん、まあ、私の映像は上るを結構撮ってるので辛さは分かっていただけるか、クロスカントリーな感じですね、登ったり下ったりという感じでございました、はい、また明日あれですね。そうだね、うん、まあ、また、まあ、今日はライド楽しみましたが、まあ、また明日ね、はい、どこに行くんでしょう、どっかに行こうと思ってます、はい、近場で、はいはい、では、はい、次の動画でお会いいたしましょう、はい、それではさようなら。北海道地名クイズ、じゃ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 、ここゴキビル山道にして、北区のホニャララとゴキブルを結ぶ、参道なんですね、これなんて読むでしょうか。あ、問題です。ちゃっちゃっちゃ正解はじゃじゃん、やそすけきっと読めませんねこれこれは読めこれは読めやそすけとゴキブルを結ぶ、なるほどねも読めないけど、ヤソスケは持ってます皆さん覚えてください